ットボールファンの皆さん、こんにちは。各チーム高みを目指して激しい戦いが展開しています。今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。この時間はアーセナル対エクセルシオール、こちらの一戦をお楽しみいただきます。楽しみな選手ですよね。彼の持つ創造性あふれるパスには注目ですよね。予想もできないところに精度の高いスルーパスを出せますよね。このゲームでも攻撃の中心になると思うので、積極的なプレーをどんどん見せてほしいですよね。はい、今日はどんなプレーを私たちに見せてくれるのか楽しみですね。これはファウルではありません。ペドリ、ペドリ、ムバッペ抜けてくる、シュート、ディフェンスクリアです。さあ左サイドへ打つか、シュート、ゴールアーセナル。デニスロー、これで100ゴール達成。記念すべき日になりました。冷静に試合を運びたいですね。このファーストハーフ最初のコーナーキックはエクセルシオール。ヘディング来た、追いついた、エクセルシオール。北澤さん、これ早かったですね。いやすごいじゃないですかね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどね。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きの中心、さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。さあ一気にカウンター、スペースを狙う、いいボールですね。これはチャンスだ、シュート、決まった、勝ち越し、アーセナル。後半開始早々いきなりの1点。カフンからターテのボール、シュート、セーフ。ドログバスペースへ、ここで受ける、三笘、三笘、リクラス、ヴィニシウス、フリーで受けた、ドログバ、三笘、いい展開ですね。旗が上がっています。オフサイドです。さあ笛が鳴りました。2対1アーセナル、なんとか1点差で勝ちました。各チーム勝利を目指し熱き戦いが繰り広げられています。今日のゲームではどんなドラマが生まれるのでしょうか。この時間はアーセナル対フランス、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームはアーセナルの方も、まあ序盤で相手に流れを作らせてしまうと厳しくなりますからね。自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。では立ち上がり見てまいります。ダーン、注目したいですよね。緩急の付け方、フィニッシュでの突きは本当に素晴らしいですね。この試合でも彼のゴールに期待したいですね。そうですね、シュート、ゴールアーセナル。フランス相手に先にゴールネットを揺らします、ね、そうですね、
ベースを狙う。アバール、このボールに触ります。奪い返します。ペドリ、スペースを使う。来たか。このボールには合いません。アバールへ。アバールから中、これはクリア。来た。合いません。柔らかいボール。さあ抜けた。ペドリからデニスロー、自分で行く。中に入れる。ムンバッペ。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。結果前半に1対チャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきる、貫くべきということですよね。このボールはカットされます。ベンゼマ、フランスカウンターを仕掛けます。抜けてくる。ペドリ、コース空いた。シュート。ペドリシュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。奪った後に点取りに行きたいですよね。さあカウンターだ。抜けてくる。さあ打てるか。シュート。防ぐ。こぼれたところを押し込む。カウンターですよ。フリバリ、ここは読んでいました。ここで笛です。1対0。アーセナルは今日のゲームで勝ち点を得ることができれば昇格が決まります。次のステージに向かう第一弾戦が始まります。この時間はパリ・サンジェルマン対アーセナル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。e フットボールスタジアム。さあ北澤さん、やはり今日はメッシの左足に期待してもいいんですよね。そうですね、やっぱり何かしてくれそうな、そういう狙った。これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。フェリックス得意のミドルシュートでした。メッシ来た、かわす。いやー、先制。パリ・サンジェルマン、アーセナル相手に先制。星の切り替えも早いですよ。裏のスペースを狙う。スペースを使う。さあペドリ、自分で行く。チャンス来た。ペドリ決まった。追加点、パリ・サンジェルマン。ポイントが足りないというシュートでした。いい状態。ここで前半が終了しました。北澤さん、前半振り返って一言お願いします。まあ怖いことでもありますからね、まあ、ゲームをこう終わらせたい。3点目をどう取れるかですかね。パリ・サンジェルマン対アーセナル、後半です。リードはされてますけど、後半の早い時間帯で1点返すような展開になると一気に波に乗れますよね。まずは1点返していきたいですよね。スペースを狙う。シュート。さあアーセナル。ジャカリア、このボールをカットします。パスでつないで攻め込んでいきます。さあパバール、さあパバール、ボールが上がる。ここで終了をつける長い笛。2対1、敗れています。アーセナルはこのゲームを引き分け以上で昇格が確定しました。スタジオに足を運んでくれたサポーターたちのためにも結果で応えたいところです。この時間はマドリー・チャマルティン対アーセナル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。そういう気合を感じるセーブですね。ブルーノ・フェルナンデス、今日1本目のシュート。ムバッペ、ここでも横っ飛び余儀なくされます。いや、キーパー大活躍ですよね。
5連続で止めることができるとキーパーとしては非常に乗ってくるんですよね。狙えるか、来た、シュート。いやー、展開早くなってきましたね。自分で行く。アーセナルとしては味方のサポートが来てませんでしたよね。まあドリブルという選択は間違っていなかったと思いますけども、やっぱり味方のシュート、ベニャン、いやーよく止めます。ここは対応します。裏のスペースを狙う、渡ります、抜けてくる、デニスロー、ベニャン組み立てながら攻め上がっていく、シュート、ベニャン。マドリーチャマルティとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。ペドリからムバッペ、アレクサンダー・アーノルド、デニス・ローへ、フェルナンデス・ロー、アバールへ飛び込んだ。ね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。アバールへ、さあデニスロー、どうだ、ブルーのフェルナンデスからパバール、ザカリア、さあ右へ預けて上げてくる。ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスですよ。特に終盤で見せた攻撃は迫力ありましたね。見事でしたね。ちょっと焦るシーンだったと思いますけどもね、冷静な対応で素晴らしかったですよね。中へのヘディング、いや高い位置で奪ってチャンスを作りました。奪って引きつけておいて、まあ、相手からのミスになりましたけども拾いましたよね。まあ、リズムを失ってますよね。ボルサーでこれだけボールを奪ってしまうとやはり可能性なくなりますよね。フリーダーシュート、キミッヒ右サイドへ振って、さあここでカウンター、ペドリからムバッペ、ここは奪います。絶好の位置、ペドリ裏へのスルーパス、どうだ、シュートだ、決まった、先制、アーセナル、デニスロー。チャマルティとしては中央突破だけでなくてサイドも使ってね、攻撃パターンを変えていくっていうのもいいと思うんですけどね。ネイマール、ムバッペ、フリバリ、カットに行きます、上です。1対0アーセナル昇格決定です。選手そしてサポーター最高の瞬間を迎えることができました。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。アーセナルとしては昇格のかかったゲームでプレッシャーもあったと思うんですけどもね、よく勝ちましたよね。ただ選手たちはもう次への準備を考えているでしょうね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。アーセナルは昇格を決め次のステージへと駒を進めます。